グラスリップは、PA ワークスによる日本のオリジナルテレビアニメ作品。2014年7月より9月まで放送された。福井県堺市三国町周辺のエリアをモデルにした、町、日の出浜を舞台に、6人の高校生の青春を描く。監督は、トゥルーティアーズの西村淳二、副監督は、安西剛文、シリーズ構成は、西村と、タリタリ、で脚本を担当した。 佐藤理科、キャラクターデザインは竹下美希、音楽は松田明人がそれぞれ担当する。実家がガラス工房の女子高生、深見東子はカフェ、風道で友人たちと楽しく過ごしていた。高校3年の夏休み、東子たちの学校に未来の声が聞けると語る少年、沖倉かけるが転校してくる。もし未来を知ることができたら自分は何を望むのか 感じたことのない動揺を覚えながらも、東湖は、胸の中に、ある感情が生まれる。同時に、仲の、良かった5人はカフェに集まることが少なくなっていく。グラスリップ風道ラジオのタイトルで、2014年6月30日より10月13日まで、音線及び、響きラジオステーションにて配信された。全16回。グラスリップ。 風道ラジオボリューム12014年9月24日発売グラスリップ風道ラジオボリューム22014年12月3日発売グラスリップ風道ラジオ特別編東古と春菜のおうちラジオボリューム1ツタヤ限定レンタル版のと鉄道 NT203 花咲く色はラッピング車両3号車ありがとうございます